日本の最強タッグチームって結局どこなん？どうも、枝豆です。ソロ以上に選ぶの難しかった。てか選べてない。今回は最強候補8チーム紹介していこうと思います。みんなの思う最強候補も教えてね。では参る。1組目、ミコ。現時点でソロバトル日本トップクラスの実力を持っている2人がガッチャンコしたチームです。現時点での日本バトル最強といったらミコという人が多いんじゃないかなってくらい最強との呼び声が高いチームです。複雑なコンボやダークな雰囲気が特徴ですが、それを完璧にこなす高すぎる完成度を毎度実現してくる緻密さだったり丁寧さっていうのがエグすぎるタッグチームになります。そして主な経歴は七変化ボリューム6優勝、ジャパンカップオールスターバトル2023、あと名古屋1位、 GBB23 年タッグチーム周りとカード9位。まあ実績もまあいかついんですけど、実際のバトルの様子見るとマジで完成度高すぎるし、持ってる実力がほんと怖いくらい半端ないんですよね。まあ間違いなく最強候補でしょう。そして2組目、すごいドロップパート3、ロフでございます。少なくともこの動画を見てる方の中で彼らを知らないという方はいないでしょう。個人的に思うのは彼らのバランスの良さが完璧すぎるってところなんですよね。ヒロの良さとフーガの良さをすり合わせて、ココよりチームを感じる仕上がりになってるんですよね。2人で一つの真新しいものを表現するのがタッグチームだとするのであれば、彼らはそれをものすごくうまく完璧に表現してるんですよね。そして実績的には17年アジア大会ベスト8、18年アジア大会優勝、そして2020年の GBB ワイルドカード9位、そして繰り上げ出場権を獲得、21年の GBB ではベスト4と。動画を見てると彼らの凄さを忘れてしまいがちになるんですけども、実際めっちゃくちゃすごいんですよ。一回自分のロフに対する感情をできる限り排除して彼らのビートボックスを聞いてみてください。いろいろ発見あると思います。そして3組目、ジャイロ。今最も怖いチームといっても過言ではないですよね。 GBB23 年ワイルドカード1位通過です。ノドベースを主軸として誰も想像つかないような音の置き方をするジョン T さん、声の扱いが上手くて雰囲気作りがマジで上手すぎるヤモリさんがくっついちゃったチームです。2人ともかなり個性的なんですけど、ジャイロのワイルドカードとか他の作品を見て、この2人が考える理想の真に向かって必要なパーツをお互いが出し合って作ったみたいな印象を受けました。想像を形にするっていういい意味での怖さがありますよね。そして4組目、次が2019年アジア大会出場、 GBB23 ワイルドカード2位、ジャパンカップ23ワイルドカード1位通過と。はい、このチームね、ルーティン作りがマジでうますぎるんですよ。さらにね、綺麗で完璧なルーティンを作れるだけじゃなくって、めっちゃ練習してるのが伝わってくるんですよ。めっちゃ気合入ってるのが伝わってくるんですよね。この2人を来月見れるのね、マジで楽しみよね。完璧にこなすのが難しいルーティンをいくつも持ってるっていうことから、完璧を求めるその姿勢にもグッとくるものありますよね。そして5組目、Orange and pink. We drop like this. ハスキー、タイツマンです。GBB21 年ワールドカード1位通過、そして今年の GBB ワールドカードでは4位通過と。
前回の日本最強ビートボクサーって誰なっていう動画で解説したと思うんですけど、ココが持ってるパワーは半端じゃないんですよ。スキル系最強ビートボクサーの一人コウヘイと最高のビートセンスを持つルーパールーシーがくっついちゃったチームです。スキルの見せ方が本当に上手いチームですよね。個人的にはビートからビートへの移り変わりがこのチームの最高潮だと思っております。この移り変わりが本当に上手いのでドロップをより強く感じるんですよね。これできるのマジですごいと思うんですよ。そしてここからのタッグチームは番外編だと思ってください。実質解散とも受け取れるチームも紹介しております。そして6組目、イルダムでございます。2016年 JBC 優勝、2017年アジア大会ベスト4、同年 GBB 出場、2018年アジア大会に同年 BBBWC 出場と、戦歴化け物すぎるな。日本チャンピオン2人がガッチャンコしたチームです。2人ともめっちゃバトル強いし、こう覇気みたいな風格をまとってて、その2人が生み出すビートボックスって渋さもあって超かっこいいんですよ。戦績だけを見るんであればこのタッグチームを超えるチームって日本にいないんじゃないかな。この2人のビートボックスを聞いてると、あ、音ってここまで進化するんだなって思わされますよね。個人的にかっこいいタッグチームランキング圧倒的1位でございます。そして7組目、イズミネーションでございます。2017年 JBC 優勝、18年 BBBWC 出場、19年アジア大会優勝し、2020年の GBB をワールドカード4位通過しております。日本のタッグチームといえばのチームですね。個人的には日本のビートボックスにものすごい影響を与えたチームだと思います。天才2人がくっついたチームですね。音楽性が高すぎるチームとして知られてますよね。どこから降ってくるのそのアイディアって感じのビートボックスをします。音楽性って言葉を聞くと皆さんの中で音楽性が高いビートボックスを想像すると思うんですけど、リズミネーションはその要素も持ちつつとってもユニークなビートボックスをします。聞いてもらえればね、一発で言ってる意味がわかると思います。そして8組目がこちら、ジョーズです。2018年19年 JBC 2連覇です。ここまでの完成度はね、まさにネクストレベルですよね。この雰囲気はこの2人にしか出せないし、このチームは雰囲気で包み込むビートボックスをするんですよ。高すぎる音楽性に加えて半端ない相性の良さが加わって、文字通り圧倒されます。2人の基礎の強さをものすごく感じますよね。はい、ということで今回日本最強チーム8選紹介させていただきました。もちろんこれは全て俺個人の考えでございますので、ぜひ皆さんの思う最強チームコメント欄に書いていってください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。